西の海か二郎から1908年11月30日は、薩摩国高城郡出身の元大相撲力士。第16代横綱。本名は、小園か二郎。1855年に、薩摩国高城郡高城合六村で農業を営む家に長男として生まれる。子供の時から土地相撲で活躍。京都に登り、京都相撲の時部屋に入門。 1873年8月だった。西の海か二郎を名乗り、1874年7月に三段目に出る。1876年入幕、小結びまで昇進した。1881年に高砂海生組の巡業に参加した後に、東京の高砂部屋へ入門。1882年1月場所に西の海として幕打ち付けでで、初土俵を踏む。 大阪相撲の大関であった初代梅形にが本中から取らされたことを考えると異例の工具であった。同年6月場所から西の海か二郎を名乗り、1885年1月に大関へ昇進する。二場所を務めた後に一度小結びまで陥落するが、負け越しによる陥落ではないため、全くの工業上の都合だった。八百九十年一月に大関へ復帰し、 その場所後に、吉田塚崎から横綱免許を授与される。大関復帰からたった一場所で、しかも抜群と言える成績ではなかったため、この横綱免許授与は物議を醸した。新横綱の場所となった1890年5月場所、和全場所成績では、張り出し大関並みだったものの、横綱免許を受けた西の海自身が、張り出しとなることに対して、不満を表明したため、 番付に相撲史上初めて横綱と明記された。それまでの横綱は地位ではなく名誉称号であり、この時も便宜的措置であって正式に地位となったわけではない。だが、続く小西樹87以後の横綱も免許後は番付に横綱として記載される習慣が続いたことで、明治42年2月の協会規約改正の時、 横綱が正式にチートされることになった。1896年1月場所を最後に現役引退し、年寄り八大井津を襲名した。襲名後は、独立して井津部屋を創立し、西の海か次郎、駒ヶ岳国力、大江山松太郎、坂保与次郎を育成した。鹿児島出身だったことから、道県出身の若者の多くがその後も、井津部屋の門を叩いている。 11代伊筒に、薩摩部屋と呼ばれるようになっていた伊筒部屋であったが、8代伊筒の代からその傾向は、すでにあった。1908年11月30日に、死去、53歳坊打つ。片太りで、筋骨隆々、合法来楽な性格で知られ、競合との取り組みを前にしても、支度部屋で高い引きを書えて寝ていたとされる。銅部屋の大立うさいもん。 一の野党太郎と共に、高砂三番ガラスと歌われ、泉川を得意とした。力任せの相撲であったため、機敏な力士にはよく取りこぼした。当時は、維新後の殺衆の勢力が非常に強く、横綱免許に影響したとも言われ、反発横綱とも言われた。東京相撲の本場所のみを示す。ありがとうございます。